ャンネル。はい、今回のテーマですね、アフターコロナで就活浪人は増えるのかということで、21卒未だ内定が取れておらず、納得した就活もできておらず、就活浪人しようかなと考えている方もいらっしゃるのかなと思います。今撮影がこれ12月の14なんですけど、確か11月末だかそれぐらい内定率が 69.何% とかなんで、まだ7割いってないぐらいですかね、おそらく。今回アフターコロナで就活浪人をするべきかどうかについて取り上げます。確かにでも本当にギリギリまでなんとか21卒でっていうところか、切り替えて22卒に回ろうかっていう悩みどころはタイミング的にはいらっしゃると思うんで、そこの参考になればなということなんですけど、まず現状の就活市場なんですが、やはりまあコロナ前と比べると当然ながらですね、売り手市場から買い手市場になっておりますと。会社の方針としても、採用をやめるのではないが、採用枠を絞り、本当に優秀な人材だけを採用したい、厳選採用に切り替えて採用基準を満たす人がいた時のみ採用すると、要は人数追いを単純にはしないよという、こういった採用事情は今後も続いていくんではないかなというふうに思われています。今年は特にその志望していた企業の採用活動が中心になったり、採用人数が絞られて内定がもらえなかったり、就職浪人もしくは就活留年ですねを考えている方もいるかと思いますが、ではこの就活浪人と就活留年何が違うのか、フリップにまとめておりますのでご覧ください。1枚目ですね、就活浪人、大学を卒業した後も就職活動を続ける方法ですね。就職浪人のメリットは就活だけに専念できる点ですと。一方デメリットは新卒採用枠の特権を失ってしまうこと、要は新卒扱いしてもらえなくなる可能性があるということですね。続いて就活留年、これは意図的に大学を留年して卒業しない方法。就職留年のメリットは新卒扱いの特権を利用できるという点です。デメリットはやはりお金ですね。当然ね、大学在籍してるってことは学費払うわけなので、就活浪人した場合、はい、新卒に比べると就職の難易度は高くなるんですか？高くなると思います。あんまり気にしない会社もありますけど、一般的に特に大手企業とかは募集要項のところに何年何月までに大学を卒業、もしくは卒業見込みの人っていう文言が入っているので、卒業済みになってしまうとその新卒枠にそもそも応募できないっていう確率がかなり上がりますので、そういう意味だと結構難易度上がるかなっていうところですかね。くだらないですよね。変わらんやんと思いますけどね、人自体、中身自体は。結構就活生から相談受けるんですか？就活生から相談はあんまり僕は受けないですかね。でもあの生配信の時は来ました。院に行って23卒になるのか、今粘って21卒になるのかとか、卒業しちゃっても大丈夫かとかっていうのは結構、でもそうですね、前回の生配信でもありましたね。さすがに面接の時にあんまりその相談来ないですよね。だって正直就活浪人する方がデメリットは大きいので、その就活浪人ですね、するんであれば持つべき覚悟というちょっとシビアな内容かもしれませんが、フリップまとめてますんでご覧ください。1、就職浪人はそれだけで不利になるっていうところは、面接官ですね、就職できなかったことには何か原因があるんだろうという見方をするため、他の新卒採用生に比べて不利な立場に置かれて、まあそうですね、面接のスタートラインがそもそも不利という可能性があります。他の学生ができていることができない学生という見方をされてしまい、それだけで不利になってしまうという覚悟は持っておくべきです。2つ目が、このコロナ禍で志望する企業が翌年以降に採用再開もしくは通常枠に戻すかは不明であるため、就職浪人することは一種の賭けになってしまう。3つ目、就職浪人した場合、必ず面接官にその理由を問われます。その時に面接官が納得する理由を明確に答えられるかどうか、こちらがポイントになります。鴨さん、今もらってる内定先に就職して、いわゆるこの2つじゃなくて第二新卒というところを活用するのも一種の手だと思います。入りたい企業あったら別に転職で入ればいいんじゃないって思ってますけど、そんなに就職先にこだわって留年してってやっても、何を求めてそこまでこう就職先にこだわってるのかがわからない人も多いですよ、実際ね。めちゃくちゃパイロットになりたいからって言って留年するのはわかるんですよ。もっといいところ行けるんじゃないかっていう、そのいいの定義が決まってないまま、こっちの方が年収がちょっと高いからとかっていう理由でなるんだったら、いや別に入った後全然転職できるし、その会社出資したら多分もっと稼げるしとかって、なんか就職留年するなんかモチベーションみたいなのが明確だったらいいけどっていうのはちょっと思ったりします。目的が最初にあって、その手段として企業っていう箱を使うだけなんで、どこの箱でも別に目的を達成できればいいんで、目的は何なのかを考えることが大事な気がしますね。第二新卒についてはまたちょっと違う動画で取り上げていきますので、詳しくはそちらご覧いただければと思います。まだ納得のいく内定がもらえてない就活生が3月までに内定を取るにはどうするべきですか？早く動くに越したことはないですかね。もう結構配属なんかもそろそろ決めねばならんという中で、逆にまだまだ当初もそうですけど、21卒採用やってますよっていう会社結構ありまして、本当に先見えない状況下でもあったので、ベンチャーとかそうですけど、動き早い会社とか適応能力高い会社って一回ちょっと止めてみようか、でもやっぱりまた再開しようかみたいなことが、ここ結構ストップアンドゴーがなんかたびたび繰り返されていて、
たなっていうのは今年の1年振り返ってみるといろんな会社で起きているので、ここからやっぱりいけるぞと思ってまだ継続で21卒も1人でも欲しいっていう会社やっぱあるんですよね。なんでそういったところはできるだけ早めに受けに行った方が、枠の問題というよりはもう物理的な配属準備とか会社の受け入れ体制の問題もなんか関わってくるので、まだまだ諦めずに早めに動くっていうところが最善かなと思いますけど、ここ行ったら絶対いいっていう企業はないわけですよ。企業じゃなくて自分だったりとかは自分の身近な環境で決まったりするんで、自分がめっちゃ行きたい会社に行っても上司がめちゃくそだったとか、自分が全然仕事向いてなくて活躍できなかったら、その会社ごと悪い会社になっちゃうんですよ自分の中では、うん、例えば僕とか熊谷さんって今多分自分の会社とか自分のキャリアやってよかったって多分思ってると思うんですけど、新卒の時にめっちゃこの会社行きたかったわ、もう第一志望でいろんなとこからここだけが行きたかったっていうほど多分気持ちで、まあ分かんないですけどね、入ってないような気がしていて、でも入った後それで頑張って成果を出したりすると正解になるんですよその道が、うん、だから結構第一志望の一番行きたいところに入ったって人がその後幸せになってるかっていうと、実はその確率そんな高くなくて、結局入った後の方が重要だったので、8割9割ぐらい入った後の方が重要なわけですよ、うん、だからなんか1社目のその箱にこだわってあのこと悩むのはもったいないっていうのがなんか僕の考えっていう感じですね、うん、正解選びに固執しないでね、選んだ道を正解にするだけの努力ができる覚悟というか腹くくりというか、うん、そっちの方がよっぽど自分の人生ね左右しますから。本当にどうですか美咲ちゃんは、事務所選び失敗者なのか思ったりしますか？今の話でいくと、私最初は本当は女性ターゲットのファッションモデルの方面に進みたかったんで、ただでもまあいろいろね条件が見合わなかったりして、うん、そこを諦めて男性ターゲットのグラビアアイドルっていう方面に進んで、まあ、今成功してるっていう風に捉えていただけるかどうかわからないですけど、でもまあ自分的にはこれで良かったなって思える仕事を今できてるので、そういう感じですかね。ちょっと違う、はい、いやいいよ、なんとなく合ってるから本当に、うん、どうせね5年前の時に今の自分が想像できてる人って多分ほとんどいないはずなんですよ、うん、ってことは5年後想像するのも無理なわけですね。目の前の勝負とか競争をそれだけ考えて全部勝ってたら、結果一番高い場所にそういうやつが行けるんですよ。最初にあの5年後どうなっちゃう、10年後どうなっちゃうとかって考えてるやつはもう大抵ろくな人生を送んないんで、箱にこだわらずに今何するかっていう自分の目の前のことを今を生きましょうってことですね。そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。